に街をさまよう僕らのディスタンス、行き先は決めていない。どんなとこ行くの、どんだけなの、そんなこと考えるのはもう Just think I don't think I don't、出かけよう、何食べよう、どん食べよう、偶然街で出会ったら No so satisfied、 一緒にいるだけできっと何食べよう、どん食べよう、満足してしまうよ。でしょ。ねえ、満足丼、はい、ねえ、いやー満足丼、もう CM が渋い、今度は渋いですわ。はい、渋い感じのね、ミュージックビデオなんですかね、そういう感じ仕上がっていますよね。はい、まさかザコシショウと一緒にやるとは思わなかったんですよ。もう僕ら DJ やって40年なんですけど、すごい、このユニットはちょっと神がかってるなと思いましたし、前代未聞でしょ、ほんと。だって全く誇張なしじゃないですか。そうですよ、誇張したら多分怒られますから。そうですよね、だから僕もそうなんですよ。はい、今回唯一声張ってるのは、はい、イエイイエイってこのインタビューの時だけです。唯一声張ってるのは、はい、ありがたいです。でもザコシショウもそうですもんね、はい、ミュージックビデオの時は。そうですよ、だからちょっと今までにないユニットができたなっていう、うん、はい、真面目に歌ってますからね。それすごいんですよ。あのザコシさんの歌が。マジですか。マジですごいです。嬉しい。ちなみに今回の曲なんですけれども、ちょっと DJ 的に言うと、はい、テンポがですね 98BPM という、はい、R&B の結構ゆったりしたレアグループなんですよ。うんうん、それをああいうシンプルなトラックで歌っていくって相当な、なんかバイブスとフローがないとあれは聴けない歌ですよ。バイブスがあるんです。じゃあ僕はありました。嬉しい、ね、びっくりしました。じゃあ KOO さん、お墨付きでよろしいですか。いやもうきっと小室さんが聴いても、はい、結構
ってびっくりする。マジっすか。マジっすよ。嬉しいっすね。いやーそういうもう長年 DJ でダンスミュージックを扱っている立場から、はい、いやザコシショウだったそうです。え、マジで通用するやんじゃん俺。いやだから僕これから、はい、もうずっと大好きなんですけど、あるです、あのザコシショウの番組見て笑えないかもしれないですよ。笑ってください。そうです。お笑いの時は笑ってください。歌うまかったよなみたいな。そういうノリになりそうですね。いやいやいや嬉しいですね。ですいやコウさんね、何度かお会いしたんですけど、まあ こんなにこうノリがいい横田だとはでも思わなかったですけど本当ね。いや、はい、嬉しいですよ。だから嬉しいです。僕あの最初ミュージックビデオとか CM 撮影するときに、はいはい、とにかくまず、服を着てる、はい、ザコシショウになれるっていうまでがちょっと言いましたね。服を着てるザコシっていうところになれるというのが、はい、あんまなれないもんですか。まだなれないです。いやいや全然。でもそれでも曲流れた途端に、はい、このノリノリノリこれ分かります。このグルーヴのノリ、これね、あの芸人さんのノリじゃないですよ。だからそこがあの全然印象はなんか変わって、はい、グルーヴ感、これ一緒になんかできるなっていうなんか、はい、今回だけじゃないなっていうのが、ね、そうですね、ちょっと見えましたね。なんかやりましょうよ、はい、ああ僕ね、やっぱカツ丼が好きでね、カツ丼、牛丼とかあったら嬉しいですね。ありますね、ありますよね、はい、親子丼とかね。なるほどね、いいですね、はい、はい、僕はですね、はいはい、四川風麻婆豆腐、どん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 、いいっすね、ですね。僕もこれ一番好きなんですよ。結構あれですよね、はい、ちょっとピリッと山椒が入ってて、ね、で結構どんどん駆け込んじゃいますよね。駆け込んじゃいますね、これね、はい、本格的っすわ、はい。あー、前回ですね、はい、前回ドーン・オブ・サティスファクションの1曲目ってことですよね。あ、1曲目出した時にもうあらゆる方向からすげえ来ましたね。反響がね。そうでしょう、えー。それまで歌ってやってました？なんか一回やったことあるんですけど、でもあのこういうなんて言いますか。R&B な。R&B 初めて、ね。本格的なのは、はい、ですよね。はい。でもラジオからもう取材から音楽のなんかね。方面からもすげえ来ましたね、はい、ちょっと対応に困りましたもん。対応に困りました。誇張してないないですよね。そうね、はいはい、今回も、はい、音楽の感じですから、はい、まあでも前回こう曲取った時よりもなんかスムーズに入りましたね、はい、はい、だからちょっと慣れたというか。ザコシショウあの、はい、あれ、ほんと難しい。2曲、はい、僕が聴いても絶対これ歌いこなすの難しいだろうっていう、はい、本当にレアグループの R&B なんですよ、はいはいはい、それを普通に慣れたみたいですねって。そうそう、すげえことなんですよ。めちゃくちゃだって、最初はね、1作目はね、結構ね、何日か練習したんですよ、はいはいはい、全然慣れなくて、はいはい、今回ね、練習やって、はい、1日でもう、曲の収録しましたからね。へぇ、はい、で、ポーンと結構、あ、結構いいって感じで終わっちゃいましたから。いいですよ、だって。あ、ありがとうございます。だからすごくテンションも、その雰囲気もちょっとネオ渋谷系な感じじゃないですか。で、そのノリのフローがすごくいいんですよ。ありがとうございます。それをさらっと撮られたら、はい、アーティスト的にはちょっと仕事取られがちな感じですよ。いや僕が変に笑い取っちゃったらあれと一緒ですよ。あ、本当ですね。そうですよ、ね、そういうやられた感なんですよ。あ、マジっすか、ね、素晴らしいです。ありがとうございます、いや、もう前回のザコシさんのやつはもう見てたんですよ、はい、あ、マジっすか。言い方あれだけど、うわ、美味しいな、バズるな、バズってるなって思って見てて、はい、で、今度一緒にやらせていただけるってなった時に、はい、あ、これちょっと2021年、うん、ちょっと M ステとかいけんじゃねえかなっていう。来てえな、 M ステ。 あといろんな歌番組あるじゃないですか、はい、いけますよこれ。マジですか、行きましょうよ。ねえ、そしたら YOASOBI さんとか、はい、もう
そういう若者に支持のあるマカロニ鉛筆さんとか、はい、あえてそっちですね。じゃあそっちですわ。そっちですね、ガンガン攻めちゃいますよ、はい、下手したらもう TikTok とかでもバズりそうな予感しますからね。どんどんやっちゃいましょうよ。じゃあ TikTok とかバズっちゃいますよ。ちょっと分かってますか、ね、こいつだけだ。いや、それじゃあすっごい若者に支持があるんですよ。マジっすか。じゃあ若者の支持あるんじゃないですか、この二人は。ねえ、夜遊び超えちゃいますよ。夜遊び超えちゃいますよ。ザコシさん、分かってたんですか。多分これ見てる人の、何言ってんだよっていうようなリアクションみんな撮ってるんですけど、すか、はい、はい、超えちゃいましょう。超えちゃいましょうよ、はい、イエーイ、はい、多分、はい、イグジットもちょっと油断してたらやばいっすよね。あ、まあやばいっすね。やばいっすね。イグジット、ほら、ほんと油断すんじゃねえぞ。イエーイポン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 。そうですね。あ、そうだ、いつもうち夏に A ネーションっていう、はい、あ、フェスっすか。フェスやってるんですけど、出れちゃいます。行っときます。行っちゃったらいいんじゃないですか。行っときますか。行っちゃいましょうよ。A ネーションのグサルスファイ、イエーイ、イエーイ、サルスファイ、イエーイ、これは上がるわ。イエーイ行きますね。夏は夏フェス、夏フェスっしょ。夏フェスちょっと、夏フェス、イエーイ、かましてみましょう。てか、ザコシショウ声がいい。やっぱりさすがに、あれだけ張ってるから、すぐこのテンションの声がいいですよ、本当に。いけるんじゃないですか。シュー、イエー、はい、いや、ぜひね、満足のね、はい、食べるきっかけに聴く、ソングとしてね、はい、ノリもいいですから。そうですね、はい、はい、もうそんな感じで、どの味もおすすめの満足丼ですし、あえてもうザコシショウと DJ KOOが、はい、組んだユニットがですね、うん、一押しの CM なんでね、はい、ぜひと皆さん元気に、盛り上がって食べていただければと思います。盛り上がって食べちゃいましょうよ、はい、満足です。わー、満足、満足、イエイエイ、ポン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 、そして、これもイグジットとフワちゃんが来るよりちょっとポンポンポーンですね。ポンポン。どうにかヤフーニュースにしてください、いっぱい、ヤフーニュース、イエーイ、夏フェス行くぜ、行くぜ、フェスフェス、エデション、イエーイ、ダイヤの世代やばいぜ、やべえぜ、ヒエやべえやべえ、ダイヤの世代、イエーイ、イエーイ、ヒエおいえ、第8世代なんですから、そしたら第8でいいっすよ。第8、第8、イエーイ、イエーイ、第8、イエーイ、おいえ、クセだったな、今度じゃあ、誇張した DJ コーンやってください。あー、やりますよ、誇張した DJ コーンやりますよ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、第8世代、イエーイ、イエーイ、めちゃくちゃ。ノーコンサディスファイ、今日も街に出かけよう、何食べよう、どん食べよう、偶然街で出会ったら No go satisfied、 一緒にいるだけできっと、何食べよう、どん食べよう、満足してしまうよ。どんは満足丼、男の満足、満足丼。